のキッチンでございました。はい、ではそれでは皆さん、次は2階に行こうと思います。オーケー、そうしたら2階に来ました。まず2階はですね、ここに私が作りました、これも、はい、枕目のこのね、絵を買ったのよ、先に。で、なんかこれに似合うもので、なんか枕目でなんかと思って、で、とりあえず編み始めてさ、それでこういうデザインになったの。素敵でしょ？ちょっとイカみたいなね、イカみたいな、タコみたいなデザインになっております。はい、次、はい、2階来ました。こういう感じになっております。2階はこういう感じになっております。 OK ですか？あ、こういう感じになっております。あ、これはね、これはマンゴーツリーなんですよ。マンゴーができるの。このね、2階の部屋は引っ越してきてすぐ子供たちのプレイルームになる予定だったので、子供たちのプレイルームとかプレイおもちゃとかを全部ここに置いてさ、ここに置いて、で、いざ遊び始めたじゃない。でしたらね、ここ見えますか、これは何かというと吹き抜けになっているんですよね。で、ここからエリソンがジャンプしようとしたりとか物を投げたりとかしてめっちゃ危なかったの。だからもう子供たちは上に2階に行かせられないと思って、で、今はオフィスとして使ってるんだけど、私が YouTube をエディットしたりとか、あと旦那が仕事したりとか、まあ、特にめったにうちの旦那は使わないかな。私とあとキャメロンが宿題するとか、そういう時とかにここを使ってて、で、あとまあプリンターとか、なんだっけ、扇風機とかあるんだけど、夏じゃないね、クリスマスの時期にうちの旦那の妹たちとか弟とかが結構遊びに来てたんですよ。で、その子たちがステイしてたお部屋っていう感じだから、十分結構広さもあったから、時に、あ、そうか、2人多くて2人がいた時もあったけど、十分こう、これクイーンのね、マットレスなんだけど、これを2個敷いて寝たりとかできてたから、まあ、結構気に入っている、あれです、気に入っているところ、気に入っているエリア、私は。で、この今エアベッドがあるのは、私たちの友達がね、ちょっと前に泊まりに来て、で、子連れさんのね、が泊まりに来て、で、ここでさ、寝泊まりして、だからゲストとか来るとここに寝てるんだけど、寝てくれてたんだけどさ、それから全然閉まってなくってね。で、来週、でーとかね。で、来週、ほら、引っ越しになったじゃない。でね、引っ越しの時になったらまたエアマットレス必要になる。多分ここで寝たりとかすると思うから、もうこれは閉まなくていいやと思って今日ビデオ撮るけど、もうこのままにしておいた。そうなんですよね。で、まあこういう感じじゃん。で、私がこれで気に入ってるのはですね、っていうだけの子供たちのペン入れるやつなんだけど、いっぱい入っていいよ。これもアマゾンでした。なんか筆とか、めっちゃペンシルとか、カラーペンシルとか、糊とか、いろいろ入っております。これ1個あるとね、いいですよ。OK? で、これ、この子たちはですね、本当は、普段はキッチンのところに、まあ、いろんなとキッチンのいろんなところに置いてたんだよ。なんだけど、すごいごちゃごちゃしてるし、なんか見通しが悪かったから、とりあえず上に持ってきたのね。でさ、家の中で置けるところなんていっぱいあるんだけど、エリさんが手で届くとこ置くと、あの子を本当に潰しちゃったりとか引っ張っちゃったりとかするから、なんでとりあえずここに逃げてきてますが、かわいいでしょこの子たち。かわいい、みんなかわいい。お水をあげに上に来てます。はい、そんな感じの2階でございました。特に何もないんですよね。はい、では、そうしましたら、うちはね、一応3ベッドですね。3ベッドルームなんですよ。だから残りのお部屋を見せに行こうと思います。はい、階段です。階段、ここに階段があるんだけどね。はい、行きますよ。まずこうやって行きますとですね、ここにあれだね、収納する場所があって、スーツケースとかクリスマスのものとか、あとキャンプのものとかが入ってます。で、このお部屋はね、
このお部屋はね、この部屋は見せられない。なんか私が今日こうやってビデオ撮れてるのは全部をここに突っ込んだから全部落ちたおもちゃとか、ここね、ここはおもちゃが入ってるお部屋なんですよ。ここに来てからの時は一番上のお部屋を子供部屋として使ってて、でこの部屋をオフィスとして使ってたんだけど、今なんかこう入れ替わった感じ。そうだからここにおもちゃとかがめっちゃ入ってて、っていう、まあ、ちょっと開けられないお部屋。 OK、 よし、次したらですね、ここには洗濯機乾燥機が入っております。でこの洗濯機と乾燥機めっちゃ古い、めっちゃ古い。乾燥機はもう多分オリジナルなんじゃない、まあそんなに古くもないか、まあでも買いかけてると思うけど、でもめちゃくちゃ古いから、ほんともうね、すっげえ古くって、もうなんか乾燥あれよ、2回ぐらい回さないと全部乾いてくれないって感じですね。もう本当に量が多かったら3回ぐらい回さないと乾いてくれないやつなんですけど、ここも私のこの手作りのロックでですね、閉まっております。これ開けるとエリソンがね、上に登っちゃったりとかするから、こういう感じでロックしてある。でここ行きますとね、これは一応子供たちとか、ゲスト用のトイレになります。はい。でもう床とか見るとすごい結構古いんだけどさ、作りとかも結構見るとわかるでしょ、なんかちょっと古い感じでしょ。そうなんだけど、まあ、こういう感じでいろいろちょっと面白く楽しくして可愛く見せるように頑張っているんでございます。 OK、 このなんだっけ、うん、これは Amazon で買いましたね。であれはめっちゃ水吸ってくれるやつじゃん。でここのね、お部屋、このバスルームのテーマは、お部屋の色、テーマの色みたいなのを決めてるんだけど、ここのバスルームのテーマは緑とゴールドの予定だったんですよ。で、まあゴールドないね、よく見るとないね、ゴールドないね。まあ上の方がなんかちょっとゴールドっぽいけど、あれはまあオリジナルでもついてきてたやつなんだよね。そうじゃん。で、まあこんな感じで、なんかタオルとかは、ここにあるタオルとかをグリーンにしてますね。で、なんだろう、これほらドライフラワーがあったりとか、これは何、また私が好きで植えている葉っぱたちで、これ Have a nice poop ね、 Have a nice poop。 あ、ちょっと閉めようか。こういう感じで反対側はなんかまたエクストラでタオルかけるやつがあったりとか、あれはねエコバッグなんだけど、トイレットペーパーを入れてるっていう感じじゃないか。で、はい、こんにちは皆さんっていう感じなわけですよね。でここに私のまた手作りの Wash your hands 手洗いっつって、これも隔離生活の時に作ったやつだね。でこれもね、あ、これ見てください皆さん、これもリサイクルショップで買ったんだよ。めっちゃ安かったんだけど、後ろがね、なんか、わかりますか？テケテケテン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 って感じだから、あんま可愛くないから反対にして、で、このスーパーで買ったお花を、ドライフラワーにして入れてるの。ね？じゃん？あとソープとかあるでしょ？まあまあまあ、ここら辺はまあ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 って感じよね。ちなみにですが、使っている歯磨き粉とか見る？これがキャメロンが使っている歯磨き粉。ね。まあ一応とりあえず歯磨き粉もナチュラルのやつを気をつけてるけど、これはキャメロンのやつ。これじゃないと怒るのね。で、これはフローレンスの。みんなバラバラ。で、これはエディソンの一応練習用のやつ。で、これはうちの旦那が使っているやつ。これは私も使って同じやつ使ってるんだけど、そう。じゃん。うちの旦那はね、起きるのが早くって、今は、今は5時か。今はね、時期によるんだけど、今は5時に仕事に行ってるのね。だから、朝5時ぐらいに起きて、歯磨いて、準備して、で、仕事行くってなったら、このトイレを、バスルームを使って準備してるのね。だから彼の歯ブラシとかはここにあるんだけど、そう、まあ、ここがそうですね、そのなんだっけ、子供兼ゲストルームのバスルームでございます。はい、はい、次行きましょう。子供たちのおもちゃのルーム
が1個目で、これは2つ目のベッドルームになるんだけど、はいはい、来ました。これはですね、これも一応子供たちの部屋なんだけどそう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 、まあここにビーンバッグがあったりですね。これは椅子です。椅子、一応サンタさんがキャメロンにくれた椅子です。で、滑り台があったりとか、その特になんもないんだよ。そうそうそう、なんもなくて、ここ閉めるとこの何コスチュームたち、ポリスオフィサーのコスチュームと、あと消防士のやつがあったりしてですな。そうっていう感じ。あとこれはね、初めて買った枕目なんだよ。一番初め枕目も知らなかった時に買ったやつなんだよね。で、ここから私火がついちゃって自分で作り始めたんだけど、これはシャンティじゃないですか。これ私自分で作ったのよ。あのね、イケアにこういうエクステンドのコードが売ってるじゃない。それにさ、私は枕目をつけて、で、アンティークのこういうライトをつけれたの。こういう感じになります。そうしたら、あとこれもクローゼットね、ちょっと見てみようか。クローゼットこういう感じになってて、これはね、もともとここにあったのよ。だけどエリソンが登るわけだから、ここの中にしまっちゃったんだ。そうだけど、エリソンの、服、フローレンスの服、キャメロンの服と入っております。 OK？ 服とかはこういう風に入ってるじゃない。で、空に見えるんだけど、割と結構エディソンとかフローレンスが来ては遊んだりとかしてます。で、これなんじゃこれ。これはちょっと小さな収納なんだけど、なんかうちはダイパー入れたりとか、タオル入れたりとか、ビーチタオル入れたりとか、ティッシュとかトイレットペーパーとか、なんかそういうのをこの角っこに入れております。はい。そうしたらマスターベッドルーム行こうと思います。これが最後のベッドルームになるんだけど、知っている方は、ビデオ見たことある方は知ってると思うんだけど、うちの家族みんなここで寝てます。はい5人家族なんだけど、みんな寝てます、一緒に。で、大体ゴロ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 場所がいつも変わっておりますんで、ここが私で、ここが旦那で、ここが子供でだったらっていうのは全然関係ない。もう寝始めた人が寝たいところで寝て、一番最後の人はこう入り込むみたいな、隙間を入り込むとか、こう押して入るみたいな感じなんだよ。そう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 。だけど、すごい、まあ私たちは気に入っているんだけど、ちょっと新しいお家ではもう一緒に寝ないで、子供たちは子供たちで寝させる予定ではいますが、ね、こっちがね、キングサイズで、あっちがクイーンサイズで、それを一緒にくっつけてるだけのベッドでございます。はい。で、このブランケットとかも全部 Amazon で買ったよ。うん。で、ここには、このね、色に合わせて、このオレンジと黄色と、みたいな感じで合わせて、このカーペットも買ったんだけど、これ以外に緑のシーツとかもあって、それでもすごい色の波長があって、私はすごい気に入っております。はい。で、この反対側行くと、これは棚なんだけど、これもね、エディソンがね、登るんだ。まず、あの引き出しを開けて、自分は中に入ってジャンプしたりとかしてたんだよね。そうで、だからああいう風にちょっとロックつけておりますが、うん。まあ、それからでもこの上には登るかな。うん。そうだですね。まあ、だけど、うちの、私と旦那が使ってて、まあ、下着とか、靴下とか、水着とか、なんか小さい服とか、パジャマとか、なんかそういうのが入っている棚なんですわ。そう。で、この上にあるのがね、これはバージニアに行った時に作ったんだけど、これは大きな枕目。今まで自分が作った中で一番大きい枕目。で、ございまーす。はい。お、可愛いでしょ。そう。で、大きな窓があって、そう。大きな窓があるのね。で、上にこのファンがあって、寝てる時は結構これと、あそこの窓さえ開けちゃえば結構割と全然涼しく最近は寝れてる感じ。だけど、たまにも結構すごい蒸し暑くなったりとかすると、この箱型のエアコンをつけて寝たりとかしておりますが、そう、ベッドルームはこういう感じですごいシンプル。
シンプルです。てか、ここに物も本当もっと置きたいんだけど、エジソンが触るからね。はい。あ、そしたら次ですね。はい。これは、シンクでございます。シンク。バスルーム行こうと思いますが、ここにこういった感じの、なんだっけ、カーテンがあるんだけど、これね、家族みんなでやっぱり寝てて、で、うちの旦那がシーズン的に一時期は、朝も3時とかに起きて仕事に行ってたから、ここで準備してたのね、初め。そしたらすっごい明るいじゃない？で、それで、子供たちが起きてしまうと。まあ私もそうなんだけど、朝3時。起きちゃうからって言って、このカーテンをつけたっていうね、やつなんだけど、はい。いきますよ、はい。なんかさ、なんだっけ、外がだんだん暗くなってきて、夕方になってきたんだけど、ここが最後の見せるところだから、最後頑張ろうと思います。私と旦那のね、一応マスターベッドルームの、シンクになるんだけど、私がすごい好きで使っているのはこの大きな鏡で、幅も結構あるから、自分がお化粧するときは、私がお化粧するときはどうするかというとですね、見せようと思います。いいですか、まずこのここをね、開けるとこの折りたたみの椅子があります。で、これをですね、こうやって開けて、女優の椅子って呼ばれてるのっていう、ステージの椅子って言われてるの、メイクアップアーティストの椅子みたいなねがあるのね。で、これを持ってきて、で、次にこっち側にこのローラーがついている、ローラーがついている棚があるんだけど、ここにお化粧が入ってて、お化粧品が入ってて、私のこういう感じでごっちゃごちゃ入ってるんだけど、ここに要は私が座って物を取りながらここでメイクをしてるっていう感じだから、ベネティないんだけど、化粧台はないんだけど、全然 OK で使えております。ちょっと見せたけど、ここがそのうちらの、私と旦那のクローゼット、服のクローゼットになってて、ここにまたちょっと奥深いクローゼットがあるんだけど、ここは見せられない。ここには結構大体私のものが入ってて、私のバッグとか帽子とか、あとは、美容の専門学校行った時に使ってたマネキンたちとか、あと、そういうハサミ系とかもそうだし、髪の毛のやつとかもそうだし、メイク系のやつとかもそうだし、化粧のスーツケースとかもそうだし、なんか結構そういうのがワチャーって入ってるところだね。そう。で、あのソープは、さっきのキッチンと一緒で手作りのやつです。で、これもドライフラワー自分で作ったやつで、なんか歯磨きとか、歯磨きとかさ、パラサントとかあるじゃんか？タオルとかね。そう。で、これはね、これ見て。これはさ、この子たちは、私はあっちの来たわけ。置きたいんだけど、遊ばれちゃうから、ここに今、とりあえず置いてるんだけど、うちにさ、めちゃくそあるでしょ、これ。いろんなところに、ここにもあるんだけど、上のお部屋とかにいっぱいあったと思うんだけど、ある日、カイルアにあるお花屋さんに入ってって、ありますかみたいな感じで聞いたわけ。で、そうしたら、売ってないけど、裏にあるから持ってきてあげるって言って言われて、もう捨てようと思ってたんだとか言って、どっさーって超いっぱいの量持ってきてくれたのね。で、これ捨てるつもりだったから、とか言って、いくらで、もう何、いくらっつったかな、ほんと3ドルとかでどうみたいな感じで言われたわけよ。で、3ドルでもちろん買いますみたいな。で、それで、買ったやつなんだよね。で、それをね、私は、ドライにして、いろんなところに、家のところに置いてるんだけど、未だに全然、匂いするの。いい匂いがする。そう。だから、いろんなところにあるんだけど、お花屋さんでね、もらった本物なんだけど、あ、この子はね、偽物。この子は偽物だけど、あとは全部本物。で、なんだっけ、この植木のこのポツとかは、まあ、いろんなところで買ったさ。ね。あとこれ皆さん、これ何って感じでしょ？これおすすめだよ、ね。特に、赤ちゃんがいる方とか、トドラがいる方とか、まあ、小さい子供がいるお家、特に赤ちゃんだね。は、これね、ズーっていう音とかさ、あと扇風機の音とか、波の音とか、なんかそういう感じのね、いろんな、まあ、雑音っちゃ雑音なんだけど、要はさ、赤ちゃんが寝てると、赤ちゃんがお腹にいた時に聞いてたような音
を作れるやつなの。で、これも Amazon で買ったんだけど、まあ、小さい子は結構眠りにつきやすいのね。で、大人とかも全然眠りにつきやすかったりするの、人によってなんだけど、大人は結構寝れるらしいんだけど、そうそうそう、そのマシーンでね、そう、だからエリソンは寝つきが悪い時とかこれつけるとすぐ寝るし、あと、なんだろうな、小さかった頃、今よりもうちょっと小さかった頃とかは、これは結構、重要視できてました。重要視してました。で、めっちゃ使ってました。そう、だから、すごいおすすめでございます。はい。そう、そんな感じ。特にね、すごい、ものがあるわけではないんだけど、これはなんかキャンドルじゃん。で、あれはね、耳かき、Q チップが入ってるやつは、ペン立て。ターゲットで買ったやつ。で、これはさ、エコのブラシなんだけど、これめっちゃ擦れるから、すぐおすすめです。うん。じゃん？で、あとここら辺とかは、まあ、木のさ、コップとかよ。ね。で、私が使っているマウスウォッシュ、ちなみにこれね。これ、ヘンプシードオイル。らしいです。で、旦那と同じ歯磨き粉を使っております。これ結構歯白くなるから。歯白くなるよ。OK？ そう。で、朝ここでバッタバッタしてて、時間がすごい結構ない時とか、キャメロンを、小学校に送んなきゃいけない時とか、バタバタしててみたいな時とかで、携帯、キッチンに置いてきたとかさ、バタバタしてる時に。ね！これが解決してくれた。電気、時計。時計買った。ね？そう。っていうだけの話なんだけど、そう、まあ、そんな感じで、やっているシンクでございまーす。はーい。そしたらこれ、バスルーム行きまーす。バスルーム。あ、これ下のちょっと、ちょっと待って。はい。ちょっとこれ濡れてるけど、バスルームでございます。このバスルームのテーマのカラーは、一応、青なんだよ。青。ちょっと濡れてるんだけどね。そう、青っていう感じ。ディープブルーみたいな感じなんだけど、見てこれ。エアプラントと、あとこれはね、ビログ見てくれてる人わかると思うんだけど、ほんと通り道にあったお店で買った、プラント下げるやつ？そうなの。すごい可愛いでしょ？そう、これはね、ほんとね、通りに置きたくないんだけど、ちょっと今置く場所を悩んでて、今のところここにぶら下げてるっていう感じなんだけど、そう、新しいお家行ったらね、まあ、ちょっと考えようね。いろんなところに置けそうだね。で、これは、いいアイディアでしょ？エコバッグのトイレットペーパー入れるやつ。そう。なんですよ。でね、このシャワーカーテンは、バージニアやるときに買ったんだけど、すごい気に入ってて、で、これをがあるから、これをかけたいから、ブルーにしたんだよね。タオルとかも、あれとかも全部。そう。だからここはディープブルーなの。で、ここのね、うちのシャワーの気に入ってるところは、上がね、吹き抜けなのね。そう。それが気に入っております。はい。そんな感じでございました。もう何時間も喋ってる感じがして、ちょっと外も暗くなってきちゃったんですが、今日のルームツアー、これです。終わらせようと思います。大体全部見たじゃない？大体全部見たよね。見せられたところもあったけど、大体全部見たよね。今日のビデオ楽しかった方はぜひ LIKE をしてくださいね。最後まで見てくれてありがとう。長かったね。今日は長かった。ありがとう。ビールでも飲もうかな、この後。バイ！ So brave and so stupid, just like the movies. How it's gonna say in the